西の本ンンジ字ゲカレックスステネスタシスバリエーション。ステネスタシスは、カヤツリグサカスゲ属の植物の一つ。いわゆる本ンンジ字ゲ類の一つである。火力性の多年性草本。ほとんど補服枝を出さず、大きな株を作る。葉は、家系と同長かやや長く、幅は2から3ミリメートル。規部の鞘は、暗褐色から濃褐色で、比較的、長く、また後に、 やや繊維に分かれる。下記は4から6月。家形は長さ30から50センチメートルで、下部は滑らかな表面をしているが、先端の方はザラつく。頂きこぼは優勢。側こぼは姿勢で2から4個がやや離れてつく。こぼの基部にあるつとは1から2ミリメートルの短い鞘があり、先端近くのものでは、養生部はトゲ状。 株のものでは1から4センチメートルの長い養生部があり、こ母と同じ程度の長さになるか、または、やや長いくなる。オスコボは、線柱形で、長さ2から3 5センチメートル、幅2ミリメートルで短い柄がある。オバナリンペンは、暗褐色から褐色で、先端は鈍くとがある。メスコボは円柱型で、長さ1から3センチメートル、幅3から4ミリメートル。 一番上にあるものは短くて、長さ1センチメートルほど、それ以下のものは、離れてつき、柄がある。メバナリンペンは、暗褐色から濃褐色、トーラン型で、長さ2から3ミリメートル、先端は鈍く尖るか、鋭く尖る。下方は、長さ3から3.3ミリメートルと、メバナリンペンより少し大きく、卵形で表面には一面に毛がある。先端部は急に狭まって突き出し、 その先端には2波がある。痩せ川、乱形で長さ2ミリメートル、先端には板状の付属体がある。日本固有種で本州の東北地方西部から近畿、中国地方まで、それに四国から知られる。本州の分布域は主に日本海側であるとされ、鈴鹿山系に分布があるのは日本海要素の依存主的なものとの判断もあるが、 ティーハンの北部までの分布も知られている。林の中や林園部に生え、また道端にも出現する。本種はいわゆる本文字すげ類の一つである。細い葉、細い花形、長生のオスコボと2個かその程度の細くてまばらに花を、つけるメスコボ、小さめの花砲などの共通の特徴を持つ。その中で本種の特徴としては、補福絵画を出さず、大きな株を作ること。 全体に無毛だが、下方に毛があること、オスコボと葉の基部の鞘が脳褐色であることなどが特徴となる。本種の分類上の扱いは、この群全体の扱いに関わって多くの説が出されたが、ここでは星の他に従う。本種に最も似ているのが道の下本文字すげで、本種の東北地方から関東地方北部まで分布する。細部の特徴は、 本種とほぼ共通しており、異なる点は、補福枝を出し、大きな株にならない点である。勝山や星のほかはこれを、本種の変種バリエーション、急にあたとしている。この二変種は、明確に区別ができるが、北陸地方の多節地帯のものに基づいて記載された、星の本文字すげバリエーション、池上穴は、大きな株を作り、短い補福枝を出す。そのためにこれは、 上記に編集の中間の形となって両者が連続する。ただし、西の本文字すげも、稀に短い補福枝を出し、そうなるとこの編集と、区別できなくなる。現時点ではこの編集の扱いは完全としていない。ま北は、補福枝を出すことを重視して、分布に関する論議ではこの編集を、道のく本文字すげに含めて扱っているが、分類上の扱いについては保留している。 それ以外のものとしては、同様にツトの養生部が、コボより長くなり、下方に毛があるものとしては、本文字スゲシーピザフォーミスは、クエ枝を出し、また、キブの鞘やオスコボが淡い褐色であることで、区別できる。また同様の特徴を持つ白本文字スゲシーパリスキーマは、キブの鞘が褐色、オスコボが白っぽいところで、区別できる。それ以外に本種に似たものとしては、 姫間すげしい子にかや、その禁煙主群が挙げられるが、これらは、常緑でより葉が固く濃色で、目花輪ペンが短いの儀を持つことなどで区別される。以下、主として、星のほか、P320 勝山、P213 星のほか、P320 山本、正木ほか、P6 星のほか、P320 以下、主として、正北勝山、P213 星のほか、 P282 ありがとうございます。